まで全力を出し切ってほしい、そうこの試合の狙いを口にしています。先にミャンマーの選手が入場、そして日本代表のスターティングイレブンもピッチに並びました。長友、大迫、キックオフ、日本ボールで試合がまず始まっていきました。センターバック、そして左に長友という4バック、長友が左のかなり高い位置、いい落としを受けてまた中リターン、ワンツー、南野完全フリーだ、シュート決まった。6試合連続ワールドカップ予選の連続得点記録を更新しました。日本先制、いやもう狙い通りじゃないですか。そしてイメージ通り、もう縦パスが入って落としのところ、もうこれは落としも含めてのもうここコンビで落としますよと、はい、出ますよ、次寄ってきたんでパス出してワンツーしますよというね、もうこれ意識がもう確実にいいので、あとはもうキーパー倒れてくれるっていうのを見て、まあ、決めるっていう形ですね。これもう本当鎌田と2人のコンビ、それとイメージの共有しっかりできていると思います。本人も話していたこのトップ下との距離感という部分でも福西さん、いい距離感でしたもんね。あ、そうですね、もう外に張るわけではなくて中にちょっと寄ってくる、もともとねこれ最初にくさびをもらおうとしてちょっと下がっています。縦入れて完全フリー鎌田、裏を狙ったすぐ奪い返したいと受けて南野、長友使う、いや強いか、クロス打った、ラインは待っていません、出てない、大迫も取りました。いや素晴らしいボールですね、あのギリギリのところで長友が上げられましたからね。ペナルティーエリアを崩しきっての大迫のゴール、2対0、まあ、今のもいいスピードアップですよね、こう縦パスで、はい、この後取られてはしますけど速いパス出して、こう長友もう走って込んでるわけですよ、なので南野も使ってクロスを上げる、そしてクロスを上げた時に大迫は相手がラインが引いてるんでちょっと行かないっていうかスペースを作りましたね、待ちましたよね、はい、クリスさん今南野からのボール、長友へのボールがですねちょっと強いんじゃないかというふうにおっしゃってましたけど、はい、よく残しましたね。いやあれ本当に難しいと思いますよ、はい、緩ければね、あれ大迫、いやいや正面気味に助走を取りました。ちょっと回りながらですね。大迫今日2得点、2試合連続のハットトリックまであと1点、日本3対0突き放します。緩めない日本、前半30分を回りました。改めて PK 獲得のシーン、相手のこの3番ゾーイエトン、この選手も反応している中で先に酒井が抜けました、まあ、PK もちゃんと勢いのままにしっかりとね蹴りましたね。南野、大迫、大迫というここまでの日本、遠藤です、ファールありましたがアドバンテージ、また今度ワンツー、遠くを見ていたワンタッチ、完全フリーだ、いや流れたけどちょっと流れた、大外、長友合わせました。コースを変えたのは大迫、オフサイドなし。大迫なんとこの二次予選2試合連続のハットトリック、4対0、前半のうちに3点取りました。大迫優也、これ酒井が狙ってるかどうかちょっとわからないですが、はい、伊藤の動きがね判断早かったですので、そして長友のヘッド、シュートだったか折り返しだったか、ここに合わせた大迫です、はい、これ折り返しだと思いますけどね。あ、もう大迫見て、あそこに落としたんですね、と思いますね。ただやっぱジャンプがしっかりできてるってとこですね、はい、これで結構背面ジャンプしてグッと、大迫の合わせも難しいバウンドでした。難しいですね、はい、合わせました。突破、最終予選進出が決まります。ミャンマーボールで後半キックオフです。
すぐまたプレッシャーをかけに行って囲みに行った日本、取り切った。ミャンマー2本のパスしかつながらない。うまいか。さあ右から、うん、これはものにしたいですね。中3対3になると思うんで、中に大阪待っている。南野ポンを変えた。オフサイドありません。大阪よく触りましたね。大阪今日4点目。南野のおそらくシュートかと思いますけれども、南野が打ったボールに対して大阪反応してコースを変えました。この伊藤のうまいターンがあって、そこから中へサイド使って鎌田からのクロスでした。南野が打ったボールに対して大迫が右足で触るって形ですね、はい。まあ、結局これも前の4人でうまく機能させたといいますか ね、 すね、はい、点を取ってますから、やっぱこういうところを、ね、どんどんできてくればいいですよね。日本これで5対0。腕持てれば別ですけど。裏を使う室へのクロス、後ろから来た、詰めました。森田のゴール。うん、森山抜き切りましたね今ね。後半から加わったこの室屋が起用に応えました。そして森田にも得点が生まれました。ここで、ね、しっかりと伊藤と室屋の関係、そしてそのスピードアップしている間に森田が中に入ってきて最後シュートと、はい、これ森田ここから来てるんですよ。これボランチの選手なかなかついていけないので、今のリプレイの画面で一番右から出てきました、はい、これセンターバックと、まあ、フォワードがもちろんね、こうシュートのところで高いスペース埋め合うんで、そこの間のスペースを中盤の選手が出てこれるかどうか。もう相手がこれだけ中にいるんですから、今度は次外ですね、はい、スペースありませんでした。抜けて南野、南野今日2点目、うん、まあ、うまかったですね。また抜いてっていうか、もう狙い通りじゃないですか。失った後大迫を奪い返して、その縦パス、ここに対しての前を向く動き、さらには相手の股を抜いてキーパーを見て右隅、まあ、でもこれ取られてからですからね、この遠藤の要請、そしてそのこぼれ球をしっかりとつないだと。まあ、全てが全て自分たちがボールを保持して取り切れるわけではありませんので、こう形多かったですけども、はい、まあ、そこからは、ね、ちゃんと修正できましたね。形も変えた 4-3-3 でまた追加点を狙う日本。サイド変えてクロス、低いボール、スルー、フリー、決めたのは鎌田。まあ、これ大阪もね、もう後ろから来てるって分かってスルーですから、はい、ある意味でサイドの崩し方でもうイメージが共有できたシーンでしたね。これ低いボール、大阪完全に後ろが見えていました。鎌田も余裕を持ってワンタッチでゴール。鎌田にとっても前のモンゴル戦に続いてこの予選2試合連続のゴール。3月はその前のあの韓国との強化試合の時も点を取っていますので、代表3試合連続のゴールになりました鎌田。余裕ありますね。でもね、そうですね、まあ、今日あの南野との関係性、それからドリ、まだ日本ボール、コーナーキックにはしません。ああ、よく見てましたね。クロス決めました。9点目、大迫今日5点目、1試合5得点。あ、スタンドから堂安、さらには冨安、今日ベンチを外れた東京オリンピック世代の2人が試合を見つめています。相手も疲れた中で9点目。これがね、横の揺さぶり、そしてクロスを上げさせると見せかけてこの中の勝負、そしてよくね、南野もふわっとしたボールこれ蹴りましたね、はい、この後は
残る2試合は多いというところ、そしてチームとして自信を深めていかなきゃいけないというところがあると思いますね、はい、キッカーは今日初めて南野、遠いところフリーになっていました。10点目、板倉にゴールが生まれました。お、取りたかったんでしょうからね。ベンチのキャプテン吉田も称えます。大外で15番がボールにつられてフリーになっていました。板倉はこれが A 代表5試合目にして初ゴール、嬉しいでしょうね。いやかなりと思いますよ。そしてやっぱり自分がチャンスだったわけですから、やっぱそのチャンスの中で守備でのもちろん、ね、貢献は当たり前ですけど、攻撃でもあればやっぱり。ここで試合終了、日本危なげなく二次予選突破決定。これで最終予選進出が決まりました。二次予選6連勝、ここまで6試合を戦って37得点無失点。二次予選は危なげなく勝ち上がりました。南野の先制点がありました。そこから大迫今日5点。解説元日本代表ミッドフィルダーの福西崇史さんです。